皆さんおはようございます。今日がいよいよ最終日です。早速ミッションを見ていきましょう。ミッション5、おはよう、今日は最終日だ。最終日もミッションは2つある。1つ目は1日の乗降客数が500人未満の駅を5個探せ。2つ目は JR 線直通の特急で東部から脱出しろだ。ということで、なるほど、なかなか難解なミッションかもしれないですね。ミッションのタイムリミットは18時、18時を過ぎても東武線内に残っていた場合は強制的に6日目突入、これはまずいですね。絶対そうならないように何とかしたいと思います。ということで今日も1日よろしくお願いします。最終日の移動がスタート。東武宇都宮駅を発車します。まずは宇都宮線で500人未満でありそうな駅を探しましょう。前回は動画の長さの関係で宇都宮線は全く紹介できませんでしたので、今回は可能な限り紹介したいと思います。宇都宮線は新栃木から東武宇都宮を結ぶ路線で、主に栃木市、壬生町、宇都宮市民の交通手段となっています。全電車が各駅停車のワンマン運転で、大半の電車が日光線の南栗橋まで乗り入れています。ただ利用者が結構多いため、同じワンマン運転を行っている館林、大田地区の支線とは一味違い、投資も結構行われているようです。宇都宮駅を出て、まずは宇都宮市の中心部を走っていきます。この辺りは高い建物が多く、県庁所在地らしさが現れています。磯島駅を発車します。こちらは2020年の4月まで運転されていた特急下野の停車駅でした。特急停車駅であったこともあり、駅前は比較的栄えており、住宅も多く見られます。この磯島駅の隣にある西川田駅もかなり栄えており、この2駅から宇都宮駅までの利用者が多いようです。日光線に乗っているとこの2駅の扱われ方が面白く、壬生、おもちゃの町西川田方面と案内する車掌さんもいれば、西川田の部分を磯島に変えて案内する車掌さんもいます。どちらも同じくらいの主要駅であるということです。東武宇都宮駅を離れて栃木駅の方へ向かうほど緑が増えていきます。景色に住宅も緑も見られますので、栃木版アーバンパークラインと言っても良いのではないでしょうか。使用車両は2400系、駅間もまあまあ長いですから、日比谷線時代よりもモーター音を楽しめるでしょう。独協医科大学病院下車駅、こちらはおもちゃの町駅です。名前を聞いたことがある方多いと思いますが、実はこの駅は東武鉄道の駅でした。私はおもちゃの町駅で下車したことがあり、その経験からお話しさせていただくと、駅周辺は基本的には住宅街が広がっています。ただ独協医科大学は結構注目でして、ビジネスホテルの東横インと独協医科大学が連携してできた日本初のホスピタルインがあります。このホスピタルインは病棟のベッドと家庭の寝室の中間的な位置づけの宿泊施設であり、利用者からも好評の施設です。さあ、ということでこちらが宇都宮線では唯一の無人駅、野州大塚駅でございますが、果たして500人はね、下回っているのでしょうか。まあ、唯一無人にするってことですから、やっぱり乗降客数が少ないんだろうという予想はしますが、果たしてどうなのでしょうか。 LINE 送ってみます。しかし残念ながらこの駅の乗降客数は500人以上で不正解。次の駅を目指します。まもなく電車は新栃木に着こうとしているんですが、これもすごいですよね。新栃木は超平面交差と言っても良いでしょう。すごくポイントを渡っていきます。さあ、3日連続で来ました新栃木駅です。今度は北の方、日光方面に行く電車に乗っていきます。6050系の南栗橋始発の各駅停車新藤原行きです。まあ、そんなに車内は混んではいないようですね。これでどんどん北の方に行きたいと思います。新栃木駅を発車。乗降客数が500人未満の駅はやはり日光鬼怒川エリアに多いのではないかということで、鬼怒川線方面を目指したいと思います。東武岳生活最終日にしてようやく日光エリアに行く機会ができました。日光線も鬼怒川線も1時間に1本程度と本数が少なく、間違いまくると帰れなくなりますから注意が必要です。今ちょうど通過している新栃木の車両基地の景色もだいぶ変わってしまいました。5年前は昭和に製造された車両しかいませんでしたが、現在は平成に誕生し令和にリニューアルされた車両が中心になりました。
こういうところから時代の変化を感じます。たまたま乗車した電車が東武金沢駅で採票を行うということで、この駅の乗降客数もひょっとしたら500人未満なのではないかと思い、停車時間で聞いてみましたが、残念、545人ということで、あと少しのところでした。これで2連敗、そろそろ本気で正解を探しに行きましょう。新鹿沼駅を発車すると、今までの景色とは大きく変わり、森林の合間をかけていきます。この辺りはほとんど家もなく、新鹿沼駅から下今市駅までの中間駅は全て無人駅となっています。またこの区間は本数が少なく、下車しているとコスパが悪いですので、とりあえず下今市まで出ることにしました。電車は大桑に到着。ここでも行き違いということで乗降客数を聞いてみました。結果は177人と正解、1駅目クリア。残りは4駅です。電車は鬼怒川温泉駅を発車。鬼怒川温泉駅と鬼怒川公園駅の間には鬼怒川温泉の宿が広がります。ただ線路に近いエリアはバブル崩壊による経済低迷で倒産した宿ばかり、廃墟タウンとして知られています。鬼怒川公園から鬼怒川温泉まで歩く際にはぜひ線路沿いの道を通って今も解体されない温泉宿を見てみるのも良いでしょう。さあ、ということで鬼怒川公園駅に着きました。鬼怒川公園は何かの雑誌に特急停車駅では一番乗降客数が少ない駅みたいなのを5年前ぐらいに見たんで、まあリバティがデビューする前ですから今は多分そのランキングとしては違うんでしょうけど、まあでも乗降客数が少ないんじゃないかなと思いましたので、こちらで乗降客数聞いてみたいと思います。鬼怒川公園駅は249人で正解。これで2駅目がクリアです。この先は鬼怒川線と日光線の無人駅をどんどん巡っていくことにしました。まあ、時刻表も持っていましたので、それでなんとなくの計画を立てて進んでいきます。現在はちょうど鬼怒川線の鬼怒川温泉から途中の信号場までの伏線区間を終えたところです。さて、小佐越駅に着きました。東武ワールドスクエア駅が開業する前はここが東武ワールドスクエアの最寄り駅だったんですよね。なので、まあ駅の作りもちょっと観光地っぽい作りとなっております。まあでも今は無人駅になっちゃいましたので乗降客数は少ないでしょう。果たして何人なのでしょうか、聞いてみます。小佐越駅は215人で3連続正解。鬼怒川線の無人駅はこの企画には最強かもしれません。隣の東武ワールドスクエアまで歩きます。東武ワールドスクエアの入り口も見えておりますが、こちらはですね、東武ワールドスクエア駅です。実はですね、こちらも無人駅だったんですね。私も初めて知ったんですけど、テーマパークの最寄り駅で無人駅っていうのはなかなか珍しいんじゃないかなと思いますが、ここももしかしたら500人行ってないかもしれないんで聞いてみたいと思います。東武ワールドスクエア駅は298人で4連続正解。駅の浸透はまだまだ時間がかかりそうです。かなり計画通り進んでいますので、ご褒美乗車、こちらは東武が最近売りにしている列車の DL 大樹ですね。鉄道ファンは SL 大樹より DL 大樹が好きだみたいな話を聞いたことはありますが、今回はこちらに乗っていきたいと思います。下今市まで行きます。さあ、東武ワールドスクエア駅を発車します。終点の下今市駅を目指していきましょう。普段乗る電車とは異なりゆっくりと動き出します。私は正直せっかちな性格で行き急いでいる気がしますので、その時だけでもゆっくり過ごそうと思いました。比較するのも変ですが、電車が最短で15分で結ぶこの区間を DL 大樹は30分かけてゆっくり走ります。今回は全ての区間を紹介するのは時間の関係上難しいですので、これだけはチェックしておきたい部分を3つ紹介したいと思います。ということで、1つ目のチェックポイント、行き違いです。普通だろうと思われるかもしれないのですが、なんと DL 大樹側が優先のダイヤとなっています。向かい側にいるのはリバティ。このリバティは会津への速達化のために鬼怒川線内は新高徳以外の駅を通過するダイヤになったのですが、小佐越駅で DL 大樹を待つために運転停車しております。この立場が逆転している行き違いは要チェックです。2
2つ目のチェックポイントはやはり鬼怒川橋梁を渡るところです。今にも止まりそうな超低速で通過していきますので、じっくり川の様子を眺めることができます。夏の時期は葉っぱの色が緑色ですが、秋になると紅葉で景色はより美しくなります。東京の川とは異なり水も綺麗です。私も思わず5日間東部だけ生活をしていることを忘れて景色にうっとりしてしまいました。今動画を作っている時もやはり綺麗だなと感じます。3つ目、これは最近始まったことですが、 SL 大樹とすれ違うシーンです。ちゃんとアテンダントさんが案内してくださいますので見逃すことはないと思います。結構速度を出していくのがまた面白い。 SL の方が人気があって乗客が多いようで、アテンダントさんも DL はあんまり人気がないので皆さん乗車してくださりありがとうございますと若干自虐的にお話しされていました。今後は SL 3機体制となり、 SL 同士の行き違いが見られそうです。 DL 大樹、SL 大樹では手を振ろうキャンペーンを行っています。日光市の住民の方、東武鉄道の社員さんたちが一堂に SL または DL が通るときには手を振って迎えてくれます。沿線で撮影をしている撮り鉄の皆さんも撮り終わった後は手を振ってくださる方が多かったです。ちなみに沿線の撮り鉄の皆さんが多い場所もアテンダントさんから紹介されています。私も初めて乗りましたので紹介されていたことを知ってちょっと照れました。夏は緑、秋は紅葉、冬は雪と、この地域は季節ごとに景色が変わりますので、いつ撮りに行っても違う写真が撮れて面白いです。はい、ということで下今市に着きました。いやー楽しかったですね。久しぶりにこんな楽しい思いをしました。あっという間に下今市に着いちゃいました。まあ、安く済ませたい方はぜひ DL 大樹がおすすめです。 SL も DL も車内は同じですからね。さて下今市からは一度東武日光まで向かおうと思います。ということで6050系の東武日光行きに乗車。新栃木から北の区間は6050系天国ですと言いたいところですが、最近2400系の運用が増えたようで半分くらいに減ってしまったそうです。ちょっと寂しいなというのが正直な気持ち。東武日光まではひたすら坂を登ります。沿線に住宅などはほとんどありません。下今市から東武日光はすぐ着いてしまうように思いますが、意外にも 7.1 キロと距離は長め、所要時間は9分くらいとなっております。駅前にあるのはあれは日光軌道ですね。ということで着きました、東武日光駅です。いやー久しぶりですね。私もなんか1週間ごとに通ってる時とかもありましたが、久しぶりに来ました東武日光です。でも観光などしている時間はありませんので、すぐに下っていきます。東武日光からはお隣上今市に行くんですが、下今市行きの電車がなんと私の愛車6156でした。これは嬉しいですね。なんか噂によれば天気れが8月か9月みたいなことでもう乗れないかもしれなかったんで、これは最後に乗れてよかったですね。ちょっとサプライズでした。 6156F に乗ってどんどん日光の坂を下っていきます。このように6050系がすれ違うのももうないかもしれませんね。上今市駅に来ました。東武日光駅と下今市駅の間にある駅で、下今市からは2分ぐらい、東武日光からはだいたい7分ぐらいかかる駅となっております。まあ見る限りここに500人以上は多分ないでしょうね、きっと。そんな感じがしますので早速聞いてみましょう。上今市駅は103人で5連続正解。ただこの103、今日出た一番小さい数字です。上今市駅クリアです。大変でしたね。でも結局2つ外して5個当てるという、最後5個連続で当てられてよかったなと思います。残るは東武鉄道から脱出するのみ。今回の企画では最後となります6050系に乗車していきます。まずは一駅先の下今市を目指します。下今市に到着。ちょうど私の愛車 6156F が発車するところでした。もう二度と乗れないかもしれないですので、しっかり動画で記録。下今市から発車するのは JR 線直通の特急スペーシア鬼怒川号新宿行き。こちらで一気に池袋まで行ってしまいます。優先してきました。東武の看板特急スペーシア、幸運なことに日光モードのスペーシアがやってきました。下今市駅を発車。これで東武鉄道を脱出できます。JR 線直通特急は
浅草駅よりもお値段が高めに設定されているのですが、大宮、池袋、新宿まで一気にアクセスできるという利便性から乗車率は高めでした。特に子連れが多かったなという印象です。池袋までは1時間40分、最後の池袋までの道中では動画の撮影をしつつ、5日間東武だけ生活がついに終わることを実感し、少しゆっくり過ごしていました。電車は栃木駅を発車。この電車は栃木の次は JR 線の大宮に停車しますので、これが最後に停車する東武の駅です。ちょっと雲の色が心配ですが、なんとか雨が降らないことを祈ります。今回の5日間東武だけ生活は旅というよりはサバイバル的な感覚で企画をしました。自分が一番好きな東武鉄道を紹介したい、でも何か角度を変えて紹介できないかといろいろ考え、このようなスタイルで紹介することにしました。私も初めてやる企画であり、できる限りのことはしようと一生懸命考え動画を作成しました。皆さんお楽しみいただけたでしょうか。どのような形で出すのが正解なのかは私も分かっていませんが、この動画をお楽しみいただき、東武鉄道に遊びに行こうと思っていただけたらそれが正解で、私も嬉しいです。また今回の企画では時間の都合上いくつか紹介できなかった区間がありますが、そちらはまた今度紹介できたらなと思います。電車は間もなく栗橋駅です。 JR 線に直通するこのステーシア鬼怒川号は栗橋駅で東武鉄道から JR 宇都宮線に入っていきます。この5日間は今見えている東武のホームしか利用できませんでした。ですから違う路線から東武のホームを見るのが新鮮な感覚がします。時刻は16時22分。タイムリミットよりも約1時間半前に無事東武鉄道を脱出しました。ここからは久しぶりの JR 線で移動していきます。5日間東武だけ生活も終盤ではありますが、少しワクワクしてきました。最後池袋を目指しましょう。栗橋を発車。東武鉄道とはこれで完全におさらばです。今回の企画をやる際に何人かの友人に企画の概要を説明したところ、皆が口を揃えてこれで東武鉄道を嫌いになっちゃうねと言いました。確かに好きなものに熱中しすぎると逆に嫌いになるというのは鉄道に限らずよくあることですから、私もそれを懸念していました。しかし実際はそんなことはなく、脱出とは言いつつも少し寂しさも感じています。ワンマン電車のニオンのチャイムを毎日聞くことができ、魅力あふれる東武鉄道の車両に毎日乗れ、さらには東武鉄道の自慢の特急の数々にも毎日乗れるというのは天国のような企画だったのかもしれません。東武鉄道のことを嫌いになるどころか、より一層好きになりました。同時に今後も一生懸命動画を作り、東武鉄道の魅力を皆様にご紹介していこうと思いました。3日目4日目くらいは一度 JR に乗りたいなと思うこともありましたが、やはり他の路線から東武を見ていると今すぐに東武に戻りたいという気持ちがあります。さあ電車は間もなく目的地の池袋に到着します。5日間の東武だけ生活もいよいよこの池袋駅の到着をもって終了です。視聴者の皆さん、ここまでお付き合いいただきありがとうございます。もう一度言いますが、この動画をお楽しみいただき、東武鉄道に遊びに行こうと思っていただけたら私は本当に嬉しいです。池袋駅に到着。無事5日間の東武だけ生活が終了しました。最後乗車してきたこのスペーシアを見送っていきましょう。ということで戻ってまいりました。5日前この池袋駅西口南改札からスタートした5日間東武だけ生活を無事終え戻ってまいりました。皆さんいかがでしたでしょうか。このような企画またやっていきたいと思いますので、その際はどうぞよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。